おはようございます。デカピオパイセンの阪神ニュース。今日の一発目は、阪神岩崎投手、結婚することができてよかったです。お相手は一般女性、昨年婚姻届提出ということで、岩崎投手結婚されたみたいで、今年はさらなる活躍を期待しています。続いてのニュースは、阪神坂本徹底対策で沖縄自主トレ決行。坂本捕手がオリックスの能見投手、阪神の伊藤将司投手との合同自主トレに参加。大変な思いをされている人のことを思うとどうするべきかと葛藤も口にしながら、球場と宿舎の服ぐらいでリスクを避けた状態で感染対策を徹底して現地で汗を流すつもりだ、正捕手取りへ静かに動き出したとのことです。さて、続いてのニュースは、阪神石井大地、昨年末にコーチへ里帰り、古巣吉田監督から激励、いい経験してる、頑張れ。昨年末に3年間所属した高知ファイティングドッグスに里帰りしていたと明かし、吉田監督にいい経験しているな、頑張れとアドバイスされたという。今年はスアレスの対談で競争が始まる7回以降の必勝系統の一枠を奪い取りに行くつもりだとのことですね。次のニュースは、阪神ドラ7、中川が証言、ドラ1森木は半端ねえ、球の格が違う、下半身が馬みたい、えぐいというタイトルですね。入場から一夜明け、鳴尾浜球場で阪神ドラフト1位森木が早速チームメイトを驚かせた。初のキャッチボールでは相手役を務めた同7位の中川が、格が違う、球が下からグーッと上がってくる感じです、全然映像とは違ってすごかったと想像以上だったことを明かした。前日6日夜に森木、前川と高卒入団3選手で風呂に入ったことを明かし、2人とも体が大きすぎてびっくりしました、下半身がすごくて馬みたいと、えぐいなと言ってもそんなにとか言われて、2人の裸を見て自分の体が子供みたいで情けないなと感じましたとのことです。中川選手も頑張ってほしいですね。さて、デカピオパイセンがお送りする朝の阪神ニュースでした。皆様お仕事頑張ってくださいね。